やばい、これ俺やばいぞ、死ぬぞ俺。あー、致命傷だー。ジ・エンド。トライ G やってた時、ハガントンホムラ作るために、これ死に物狂いで集めていた記憶がある。はいどうも皆さん、こんにちは、ピスケスです。ってなわけでね、本日もモンスターハンターワールド頭装備縛りやっていこうかなと思います。ってなわけで、今回なんですけども、なんか、イベルカーナが、流血症の地に現れたってことでね、退治してこいって言われたんだけど、その前にね、ちょっと武器のね、強化素材というのをね、集めてきたので、強化の方からやっていこうかなと思います。まずがこちらですね。はい、アイシクルーファング、まあ、ベリオロスの、体験になりますね。はい、もうこれを機にね、もう、一旦ね、属性武器をね、ある程度揃えていこうかなってことで、はい、間違えた。はい、作っていこうかなと思います。はーい、かっこいいですね。で、続いてはこちらと、これですね、ディノブレイズ1、ディノバルトの体験になります。これ以上は多分まだ無理だね。はい、ってことで作りますと、今回はね、これを担いでね、イベルカーナ退治向かっていこうかなと思います。で、今現在揃ってるのが火、水、氷なんですけど、あと雷と竜はどこ行ったって話なんだけど、雷はね、ちょっとね、これだね。今ね、現状で作れるのがこれなんですけど、ちょっとね、白ゲージもないですし、火力も低いということで、まあ、もうちょいまた強いね、体験が出たら、雷の方は作っていこうかなと思います。で、竜に関してはもうないです。本当に。はい。ないです。はい。断言します。ないです。あるにはある。うん、この辺とか。でも多分、威力がね、って感じなんで、ちょっと竜は保留って感じにしたいかなと、しようかなと思います。よし、ってなわけで、イベルカーナ何が目的で新大陸にということで、よいしょ、よいしょ、はい、こちら、氷と炎の狭間よりということで、イベルカーナの撃退、やっていきましょう。それではね、最後に一応装備、はい、してませんよってのを確認しまして、レッツラゴー。おぉ、ムービーから始まるスタイルね。あ、なんやそれ。まあ、もう知ってるけどな。もう、プレフォーでね、クリア済みなんで知ってはいますが。ここに来る前、一騎団だった祖父から渡されたんです。多分、新大陸から持ち帰ったんだと思います。ちょっとちょっと音量上げますね。わかってます。新大陸のものは持ち出し禁止。あ、そんなルールあるんだ。へぇ。それでも祖父は。持ち帰ってきちゃったんか？嘘つき！お前の祖父嘘つきじゃねえか。二度と行けない思い出の地だと。新大陸から戻った祖父はこの石をずっと調べていました。いつもは陽気な人でしたが、石のこととなると真剣で。あ、これね、ネタバレするとね、これは石ではなく、うん、何もわからなかったようですが、どんな気持ちで持ち帰ったんだろう。なぜ私に見つけてこいということなのかな。40年前にはできなかったことも、誰かに託され引き継がれ、いつかはなされるはずです。その繰り返しが私たちをここに連れてきました。この答えだってきっとあります。だから、自然の中でまだまだあがかないと。ういってことで始まりました。イベルカーナはどうして流血症の地に来たのでしょう。どうしてでしょうね。あ、ん、氷ほほほ、もくもくもく。あ、なんかいるね。なんかいるね。寝てたのかな。うほほ、寒そう。わあ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 。
おおほほほほ、直に浴びたぞ。おほほ、なんだっけこれ、漂流だっけ、漂流。うお、ちょっと待って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 、ドーピング、ドーピングさせ、ドーピングさせ、ドーピング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 、待って待って、ドーピングで、待って、これ落石狙えるね、これね、落石狙えるね、これ。あー、うん、どうしよう、どうしよう、もうちょい待とうか。カモン、オッケー、待って、どこ落石、ここか、こことあっこだよね。カレー客水、うん、オッケー。ちょっとカモン、カモン、うん、ちょっと違うかな、うん、ちょっと違う、とりあえず落石狙っていくんだけど、ちょっと違うね、場所が。当たるか、あ、これ当たるだろ、イエス、オッケー。そしたら顔面を狙っていきますよ。多分こいつの方の弱点、こいつの方の弱点違うな、こいつ方の弱点だよねってことで、炎武器担いできたんですけども、意外とそうでもなかったりするかな、どうなん。あ、当たる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 、オッケー、いい感じいい感じ。水よいしょ、てて、三よか、ん、どうやってお前それわかるんやどんな能力やお前それ、余力わかるんかお前、何モンスターのスタミナわかるマンなのかお前はで、ぶっ飛ばしも狙えると、まだ火狩りだからね、うん、ああ、そこの壁あるよ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 、降りろ、そうだ、危ない。あ、待って、これいける、行ってくれ頼む、よし、オッケー。ちょっと顔面に、よいしょ、はい、どすい、んー、ちょっとね、姿がね、見られない、見慣れないね、これね。うん、いろいろとね、うん。まあ、全身の氷がないですね、って感じだね、ほんとに。尻尾だけまとってんのかな、これ。あ、尻尾剥がれた。おう、鱗手に入っちゃっていいんだ。よっ。お、いいね。ちょっとね、なんだろう。サンブレイクからね、始めた方とかだとね、なんか、いや、違和感はないか。違和感はないか。普通にサンブレイクとかでもね、全身の氷剥がせばね、こんな感じなんでね。あ、てか、ぶち切れてんね。おいしょ。おー、ナイス、おとも、やりますね。あ、どうせだったらあれだな。強化打ちでやればよかったなぁ。あー、うわ、あお、どこに判定あんねん。なんか一瞬食らわなかったやろ、俺今。まあ、いいや。ちょっとやばい。置き攻めやめて、置き攻めやめて。危ない。やっぱりでもあれやな。ちゃんと火力は火力やな。ちゃんとワンパンされたね。うん。よいしょ。やっぱ根性はつけるべきか?なんかそんな気がしてきたね。そろそろね、いい加減ね。ああ、怖い。ケツ穴掘られるってマジで。おっと、当たるんかい?それ。ナイスダメージ軽減。オッケー。はい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 。フルチャージ。フルチャージにどんくらい火力上がるのか知らんけどね。まあ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 、多少は上げてこうぜ。え?おい、動画の尺終わっちまったじゃねえか。もうちょい頑張れ。頑張れ頑張れ。ああ。動画の尺を考えてくれ、イベルカーナ。古竜でもそこまで頭回らんかったか。もうちょい、もうちょい耐えようぜ、もうちょい。な。な。おっとっと、おっとっと、おっとっと、生えた氷が生えたぞ。うわー、おお、イベルカーナ氷まといの姿、なんかブリザポスみたいだな、若干な。いや、羽生えてねえか、あいつは。おお、決勝。やばい。これ俺、やばいぞ、死ぬぞ、俺。あー、致命傷だー。あ、さいなら。あ、とどめ?とどめさせて、俺、もしかして。あー、さいなら。おい、ケツ。ジ・エンド。おお。あ、ババアじゃねえか。なんか見つけたんか?
が。ん？お、氷漬け？おお。あ、ピッキルじゃなくて、スリンガー。ピッキルは、お前どうした？忘れたんか？おお、剥ぎ取った。あなたはいつも先に行く。誰？今も昔も、こうして課題を残すのね。あなたとは一体。これは。うん。おお。これさっきのイベルなのか？あ、髪が。あー、大切な髪が。上に行っちまった。あ。やばい。やばい。やばい。ババア。ババア大丈夫か？ババア。ババア？あ、やばい。それはやばい、ババア。ババア、それやばい。大丈夫、ババア。おお。おお、ババアまで死んだ。こうして新大陸の探検は終わったのであった。イブルカーナを渡りのいて知恵と撃退した。あ、撃退したんだ。青読ませろって。ロード早いんじゃ。これより作戦会議を開始する。まず体はもう大丈夫なのか。あ、おう、君の知恵。お、行こえた行こえた。マジか。反転術式。ああ、君にしかできなかったと。あ、結構余裕だったし、尺もなかったし、大丈夫かな。うん。さて、当のイベルカーナはイズコへと去ったわけだ。これについて説明。はい。ご機団推薦組としばらくの攻防の後、イベルカーナは外角の形状を急激に変容。その後、渡りの地方面へと飛び去りました。変容の理由、そして何を目的に流血症の地を訪れたのかも不明です。それと私個人の印象ではありますが、イベルカーナは撤退したのではなく、目的があり、あくまで一時的に流血症の地を訪れただけだったのではないかと。極寒の地に住まうはずのコリュウ、一時でも血脈たぎる流血症の地を訪れた。なぜ？もしかして外角の急激な変容と関連があるのでしょうか？いずれにしろ調査が必要になる。もう一つ、変容したイベルカーナですが、とてつもない力の増加を感じました。このままではセリエナが。よし、調査班は急ぎ渡りの地に戻る。イベルカーナの所在を明らかにしてくれ。物資技術班は万が一に備え防衛の準備を。兵器はアステラから援助する。ことを忘れるな。一歩ずつ準備しろ。その一つ一つが必ずや身になることを忘れるな。以上、解散。イベルカーナを探し出さないと。探索で渡りのいて地に行ってみましょう。先輩が心配事があると言っていましたが、どうしたんでしょう。先輩って誰だ。あ、お前か、先輩か。ごめん、俺、お前のこと先輩だと思ってなかったわ。もう起きてた。もう起きても、大丈夫なのか？そうか。本当によかった。アステラの運営も元に戻ったってな。これもお前の頑張りのおかげだよ。こっちは、ちょっと心配ここ、があってな。渡り、じゃない、いて地にいたフィールドマスターズ、あ、ババア、ババア、多分死んだよ、あれ。うん、多分もう、あの高さから落ちたら、さすがにババアも、うん、生身だぶつ。無事を調べるために、ほら、やっぱりほら、定期的に取れて信号弾がほら、もう、だから生ビタ物だって、埋葬してやれ。まだ確認できてない。ああ、イベルカーナもこっちに戻っているというし、何かあったのかもしれん。生ビタ物。あと少し待ってみて、それでも連絡がなかったら、俺が探しに行ってみるよ。ああ、了解、行ってらっしゃい。ちょいとこれだとね、尺がだいぶシャクシャクなんで、こちらですね、マスターランクの、こちら、オニュクス、それは悲劇。どんなクエスト名だよって感じだけどね。G級の、間違えた。マスターランクのね、お動画のもね、プラスアルファおまけとしてね、買っていこうかなと思います。よいしょ。
一応装備を確認しまして、レッツゴー。うわー、目の前じゃーん。目の前じゃーん。ま、ちょっと待て。待て。準備中でしょ。待て。いい子ちゃんでしょ。いい子ちゃんだから。待て。オッケー、いいよ。よし。やっていくんだけど、なんか、ぶち切れてない？ぶち切れてるよね。あの、なんて言うんだっけこれ。なんか、肉食った状態みたいなね。あれだよね、これ。壁登んのあんた！あ、待って。あ、待って、よくない。危ない。ちょっと待って、壁登んのお前。オッケー、まぁ、ちょっと麻痺蓄積できたでしょう。とりあえず、ノリを狙いたいけど、ノリを狙わせてくれ。よいしょ、オッケー。これで、多少は、隙が生まれると。お前、そのタイミング、いや、ありがたいけどさ、麻痺はありがたいけどさ、タイミングっつうもんがあるでしょうよ。あ、待って、やばい、待って、傷なんか入れてる。バイジョン、なんか、あった、邪魔！おう。ちょっと、置き攻めは。置き攻めっていうのはね、良くないんだよ。知ってた？そう。オッケー、行こう。ちょっと、音も頑張って。ちょっと待って。ギロス仲間にして、音も。頼んだ。ギロスを仲間にしろ。そして、麻痺しまくって、お願い。任せた。ギロスを仲間にしろ。ギロスをお供にしろ。早く、音も。何してんの？音も。ギロスいるよ、いっぱい。ダメか。あれ、ダメか。仲間にできないか、あれ。ダメか。あ、ダメか。音も吹っ飛んじゃったわ。ちょっと。あー、オッケー。ブンブン。あ、ブンブンブン。カブトガニ！危ない！カブトガニの罠にはまるとこだった。危ねえ、ギリセーフ。強化打ちをなるべくヘッドに、あ、早く、音も仲間にするんだ。あ、言ったか。早く、仲間に。おい、しゃがんで歩いてる場合じゃないよ。仲間に、ほら、いるでしょ？ほら、音も作れ。音もだよ、音も。あ、ちょっと待って、バレた。どうしよう。で、どうにかして頭にダメを入れないと、スタンチがね、あれしちゃうからさ、無礼でも言ってくよ、俺は。オッケー。ああ、おまいっけー。さあ、スタンチが切れる前にさっさとスタンを入れちまうぞ。そして、おともんが切れる前にさっさと麻痺を入れてくれ。お友達、頼んだぞ。おー、け、おいしょー。よし、ざまみろ。オッケー、スタン取ったね。うわー、ちょっと。まあ、いいだろう。麻痺入れてくれるのは非常にありがたいですと。オッケー、部屋外完了。オッケー。もう一発おまけに入れときまして。なんか、すげえブルブルすんじゃん、お前。スタン解除と、あれか？あの、麻痺解除で、ダブルブルンブルンだったのか。だから、なんて、ブルン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 だったのか。あ、OK、ヒーカリぶっ飛ばし、狙いたいけどさ、ぶっ飛ばししちゃうとすぐ怒っちゃってさ、取り返しがつかんことになっちゃうから、なるべく、ぶっ飛ばす前に、あの、ダメを稼ぐ。うん。ダメージ稼いでこう。ダメ稼ぎしよう。うん。そして、ま、縦半取るっていう。うん、OK。そういう感じでいけますよ、ドガロン。オッケーく。あ、で、その後ね。あるんだよね、それがね。それがまた厄介。それがまた、厄介。うん。厄介。ちょっと、ネタを潰さないでくれ。いや、だから今ね、いや、ちょっと前回のはね、バルノスが最初に変なとこに落っことしたのが悪いとか言おうとしたらさ、お前、また変なとこに落っことしやがったわ。まあ、前回と違ってね、目の前じゃないからね。うん、まあ、セーフ。うん。おい、先にお供作っときよ、お供作れ、ほら。いっぱいいるぞ。お供？お前何しとんねん。お供作れって。でも何してんの、お前。可愛いけどさ。お供作れって、お供。早く、はい。お供作れって。お友達作れって。ほら。お供作れって、早く。早く。ああ、まひってる場合じゃないって、早く。お供作ろ、ほら、6匹もお供いるよ。ロトモン作ろ、ほら。早く。お供作ったお供は？おーほほほ、お友達にやられてんじゃん。早く、お供作ろ。早く、お供。あ、もうダメだ、こいつら。うぅ、お供いる。やべ、待って、やべ、どうしよう。待って、とりあえず、体力の相違じゃん。で、
尻尾にドカンと一発ハゲ頭、オッケー。でも、待って、あ、音も作ってる、よかったよかった。遅い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 けど、まあまあ遅いけど、まあまあいいでしょう。オッケー。で、あれか、もうマスターランクはもうあれか、このあの蒸気ムンムン状態確定なのか。多分そんな感じするよね、さっきも同じ感じだったから。多分マスターランクはあの最初からそう、うん、強化状態なんだと思う、うん、これは多分マスターランクの仕様なんじゃないかなと思いますね。あ、お前予知すっごい、今俺左で回避することをお前予知して噛みつけに行ったろ絶対な。やばいわ、 G 級の G 級じゃねえ、マスターランクのモンスターは予知も身につけたのか。なるほどな。あーブーン、あブーン、わっしょい、オッケー。そしたら顔面よいしょーって入れといて、オッケー。まあまあまあ、俺あれだから15分寝てきたから、まあ前回とは違ってもうこいつの動きはもう全て暗記した、うん、あ、なんだっけ、あ、もうサイドエフェクト、あ、忘れちゃった、うん、あー危ない、なんだっけ、短期睡眠記憶みたいなね、あのやばい、最近見てないからやばい、名前が出てこん、やばいやばい、村上光一だ、思い出した、村上光一、うんうん、オッケー、ナイス、いいタイミングで入れてくれね、隙を見つけてなんとか今か、よいしょ、いやこれいける、見えない壁に当たれ、見えない壁用意しとけ、ダメじゃないか、あー逃げちゃった、ちょっと頑張って登ってよ。さて次こそはぶっ飛ばし合ってる、あ待って乗ろう、その前に乗ろう、オッケー。あ、あ、ちょっと当たんない。まあ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 。ああ、ブンブン。オッケー。オッケー、乗って、からのぶっ飛ばしね。オッケー。わかった、この流れ。わかったね。オッケー。おー、ちょっと終わっちゃった。いや、麻痺か、そうか。麻痺入っちゃうか、まあ、や。だったら、こう都合ってことで、まあ、強ため入れてこう。強ためじゃない。新ため入れてって。はい、よこいしょー。オッケー。で、切れるな。切れるな。怒るな。怒っちゃダメよ。わかった。怒るなよ。オッケー。行こう。オッケー、そしたら、ぶっ飛ばしを入れるよー。ぶっ飛ばしを入れるよー。頼むわ。好き、頼むわ。わかりやすい、好き、頼むわ。ちょっと、釣り側の長さ、クラッチの長さ、伸ばし希望。伸ばしてくれ、技術さん。あって、くしゃみやれそう。くしゃみが縮こまっちゃったかもしれん。うん。めっちゃ不愉快。おー、ダップなー。ダメージ軽減。これで半減よ。オーバーキルじゃん。半減しなかったら。あっぷりあっぷり。いや、その自慢の松ぼっくりちょっと切りたいな。ちょっとリーチをね、短くして、ちょっとでもね、何刈りやすくしたいからね、リーチをね、短くして、こういうのとかのね、そう、リーチを短くしたいけど、いけるかな。いや、オッケーオッケー、草エリアから出てくれたのはだいぶありがたい。あ、お前ら、もしかして、やらない、あれ、お前らやらないっけ、あれ、やんないんだ。あれ、あ、もしかして、やったとか、もしかして。知らぬ間にやってた、なんか落とし物あるし、やってたんかな。おー怖い、縄張り争いね。待って、火狩りだね。てかお前いつ切れんのそれ、何ジョージ、おお、ジョージ、あ、違う、ラドバルさん、あ、待って、あいつら勝手にやってる。おお、来ちゃった、待って、よくないそれ。オッケー、どっこい、あー、ちょっと、あー、まだやってなかったんだ。でもこれラドバル普通に勝つし、あ、違う、間違えた。オドガロ普通に勝つっしょ。ねえ。意外と互角、意外と、いや、ダメだった。お前、役立たずの骨っかすじゃねえか、ただの。何拾う。あれか、あ、切れた、ジョブズじゃなかった。よかった。オッケー。じゃあ、傷つけちゃおう。よっこいしょ。どけよ、骨かす、どけ。お前、いらんことすな、お前。いらんことしてからどっか行くな。いらんことしかしねえじゃん、お前。お前、協力しろよ。お友んだろ、共に利害一致してんだからさ。協力し、おー、ちょっとまたデブ来た。デブは良くない。でかいのが来た。お前ら、うおー、引き殺した。待って、お前らはこれって伝わな、ワンチャン伝わらだよね。邪魔やめろ。まあ、ぎょ、危ない。よいしょ。手出しすんな。おーい。何もするな、バフバロー。どっか行け。うー、噛みつき。
あああ、待って、列車した、あ、列車してない、オッケー。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょ、バフバル、とどまるんだったら役に立て、とどまるんだったら、あ、うん、役に立たなかった、役立たずだ、どっか行った、ダメだ、あいつ役立たずだ、いやー、やめて、置き攻めやめて、置き攻めは、置き攻めだけはやめて、おおっ、置き攻めはだけはやめろっちゅうてん、おお、ぶらーい、三つ星の意味がないんや。あ、ちょっと待って。で、待って、誰かなんか叫んでない？バフバロか叫んでる。メトレス尻尾。松ぼっくりを。松ぼっくりを切り落とさせてくれ。一段階壊れてるからもう、ね、あと切れるだけだと思うんだけど、そのうち切れるんじゃないかな。松ぼっくり？オッケー、いい感じ。オッケーオッケー。オッケー、オッ、あー、オッケー、松ぼっくり。オッケー、松ぼっくり。オッケー、オッケー、マスボックリ、バイバーイ。オッケー、マスボックリ、自分で切れて。すみません、それはできません。どうさい、あー、まだだった。いや、でも、あのムキムキ、じわじわ状態切れてるのはありがたいね、地味に。あの状態マジできついからな。よいしょ、オッケー、マスボックリ切断。これはだいぶでかい。オッケー、オッケー、謎のブルブルが入って、ここ、よし。やるじゃないか、君たち。そう。協力して狩りをする時代、それが現在の模範だ。よし、めっちゃダメ入ったよ、めっちゃダメ入った、いい感じよ君たち。さあ、ギロス君たち一緒に狩りをするぞお前ら。あ、芸能の、あ、待って待って、食われる、これもしかして、食われる前に手を打つ。はっはっは、バカめ、目の前のギエナに目がくらんだか、バカめ、所詮お前はその程度だ。よいしょ、オッケー、オッケー、麻痺めっちゃ入ってる、めっちゃ入ってる。もう一回麻痺。あと10回くらい麻痺。あ、なにそれ、なにそれ。疲労モーション。疲労モーション、疲労モーションってことでいい。ちょっと、うわ、よくわかんない。あ、でかい、でかい、でかい。でかいよ、これ。あ。入れ！よし、よし、スタンもある。スタンも狙える。スタンも狙えるよー！よいしょー！あー、やばい。まあいいや、一旦、納刀して。オッケー、でかいよ。危なーい。オッケー、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 バカめ。オッケー。うん、うん、うん。でかいぞ、これは。でかいぞ、これは。オッケー、飛びかかれ。お前ら、頑張れ。そうだ、お前たちよくわかってるじゃないか。そうだ、そうだ。そうだ。今、誰を倒すべきか。誰が脅威な存在なのか。よくわかってるじゃないか、君たち。さすが、我が育てたわけではないが、勝手に育った子供たちやるじゃないか。うん。で、これワンチャン、弱ってるくねっていう説を俺は唱えたいよ。お前って落とし聞くっけ？まあ、聞くってことにしとこう。なんか、ナルガ系？まあ、こいつなんか翼っこいじゃん。そういう系はさ、聞かないみたいなさ、イメージがあるんだけどさ。あ、まだまだだったわ。ちょっと読み違えたわ、心電図。うん。よいしょ！おっしゃー！勝った！やっぱ読み違えてなかったわ。これが、モンハン歴。何年だ？モンハン歴、うん、うん。俺何歳からやってんだ？あ、ちょっとよくわかんないわ。おっと？やるじゃん。よし、じゃあ最後にガロンの武器を見ていこうか。強化で、体験あるか、そもそも。なんかないような気もしてきたな。あー、強化素材として使われてるだけはこれは違うわ。ガロンの体験は、ない。では、防具、これですね。裂傷耐性見切り。あー、見切りが減っちゃうのか。いらない。